あの六本木に行ったじゃないですか。あ、夜ね、あ、ラジオで、はいはいはい。でそれで、うん、あの六本木の、うん、駅ホームについてね、うん、改札の方まで歩いたりするときに、うん、ウグイスの鳴き声してたんですよ。え、どういうこと？ホケキョ。大江戸線？ね、大江戸線です、うんうん、しててなんかよくあの高田馬場やったらアトム、鉄腕アトムが流れたりとかあったりするじゃないですか。あ、その電車の発車音ってこと？発車音の流れかなと思ったら、うん、発車音とは全然違って普通に、うんうん、ホケキョってなってる。トイレの場所とかのじゃないの？あ、素晴らしい。で、視覚障害者の方のための音なんですって、うん、でちなみにウグイスはどういう意味持ってると思います？ウグイスである意味なんだろう、うん、ウグイスであることに意味がある？そんなことはないんじゃないですかね。関係ない、うんうん、エスカレーターブー。ちなみに、うん、あのヒント1欲しかったら言ってください。欲しい。ヒント1は、うん、上りのエスカレーターが、うん、カッコやったりするところがあるらしいです。鳥のカッコカッコの音をやったりするらしいです、うんうん、じゃ下りのエスカレーター。下りのエスカレーターはヒントになりますけど、うん、ピヨピヨやったりするらしいです。ピヨピヨ、もうすぐ降りるところですよ。ブー。じゃあエレベーター。ブー。ムカつくな。なんだろう。正解は、ちょっと待ってよ。何本当に発表してる、うん、惜しい。まあまあ惜しいです。エレベーター、エスカレーター。あ、当たってるわ最初から。ウグイスは上りと下り両方でしたから正解はエスカレーターでした。やばい。ちょっと待って。どういうこと？天然？ちょっと待って。お前だけじゃ鳥肌立っちゃうの。ちょっと待って、近いって言われた時に、うん、あれエスカレーターって言われてたなって思って、どうやってどうしようって思ってました。鳥肌立っちゃう。怖い話みたいな。鳥肌立っちゃう。ウグイスだけに？いいですよそんな。全然意味がない。あ、鳥肌だ。鳥肌。ウグイスは方法結局は上りも下りもありますよっていう意味らしいです。まあ、だからエスカレーターが正解らしいですね。片方やったりするときもあるじゃないですか、うんうん、上りだけとか、うん、ウグイスはね、両方らしいですね。へー、知らなかったけど。っていうのがありました。知らなかった。すいません、ちょっとつまずいてしまいましたけど、ね、はい。